2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。本日は女子野球取材ということで千葉県にやってまいりました。千葉県といえばこの方、三上さんと一緒に取材に来ております。チームの名前はイーストエンジェルスです。今年の1月に行かせてもらいましたが、また来れて嬉しいです。本当今日ね、半日ですけど、楽しく元気よく頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。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 おはようございます。おはようございます。私は女子プロ野球で、埼玉ストライアというところでプレーしていて、その後社会人野球に行って、今の修明大学って千葉県の大学に女子野球部があるんだけど、そこで今コーチをしてます。で、今日ねちょっと半日だけど、みんなで楽しく野球できたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。埼玉県で、野球の YouTube をやってます、翔平 TV と申します。皆さん翔平と呼んでもらって OK なので、今年の1月にイーストエンジェルスさん行かせていただいて、とても盛り上がってすごい楽しかったので、また今年、11月も来させてもらいました。引き続き、皆さんの、野球を楽しんでいるところとか、面白いところとか、なんかそういうプレーとか、さまざまなものを今撮ってるんですけど、こちらのカメラと後ろの何個かあるカメラで聞くので、笑顔でニコニコして、映ってほしいなと思います。はい、いいですか。はい、はい、よろしくお願いします。行けー、はい、みんな行こう。半日頑張るぞー。よし、行こう。はい、頑張れー。はい、いいよ。ごめんなさい。キャプテンだよね。はい、お名前をお願いします。6年生の吉岡ねねみです。ねねみさん、はい、はい、今日お願いします。お願いします。確かに上手かった。あ、早い。早い。どうぞ。どうも。早い。うわ、はい、三上さんの腕がどうぞ。ナイスボール。ナイスボール。ナイスボール。すごい。できるって、すごい。やろ、声をしてくれ。ナイスボール。すごい。すごい。ピッチャー、ピッチャー。わー、ナイスボール。いいボール。すごい。ナイスボール。おぉ、いいね。あ、まあ、いいな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。3年生の田中ひまりです。ひまりさん、3年生、よろしくお願いします。普段ってポジションどこやってるの？サード。サード。おー、いいところだね。じゃあ、今日1日ね、よろしくお願いします。学年とお名前を教えてもらってもいい？5年生で橋本佳代です。橋本佳代さん、はい、5年生、よろしくお願いします。左利きなんだね。はい。普段ってピッチャー？あ、ピッチャーもやるし、外野もやるし、ファーストもやります。おー、いろんなとこやるね。はい。今日半日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。学年とお名前を元気にお願いします。4年生のあずさ、寺村あずさです。4年生のあずささん、はい、はい、よろしく。普段どこ守ってるの？セカンド。セカンド、はい。おー、なんか好きなプロ野球選手とかいる？あんま見ないか、野球。で、野球は楽しい。オッケー、じゃあ今日半日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。4年生の富永みやびです。みやびさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4年生、左利きなんだ。はい。お、かっこいいグローブ使ってる。いいね。いつから野球始めたの？2年生。おー、じゃあもう 2,3 年やってるんだ。はい。野球楽しい？はい。オッケーね、ありがとう。じゃあ今日半日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。3年の久保木美咲です。3年生の美咲さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
野球っていつから始めた？2年生の夏ぐらいから始めた。じゃあもう1年経ったんだ。今どこ守ってるの？セカンドです。あ、セカンド、いいね。楽しい野球？楽しい。 OK、 じゃあ今日半日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。4年生の渡辺真子です。真子さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。野球っていつから始めた？3年生くらい。1年ぐらいか。じゃあ1年ちょっとやってるのか。はい。珍しいグループ使ってるで。普段はどこ守ってるの？ライト守ってる。ライトか、はい。おー、じゃあ肩強いのかな。強くない。野球は楽しい？はい。 OK、 じゃあ今日半日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。中村ゆりなです。3年生です。3年生のゆりなさん、はい、よろしく。野球っていつから始めた？1年生の10月ぐらい。おお、じゃあもう2年経ったか。いいね。なんか野球やってて何が一番好き？打つの。ああ、やっぱ打つと楽しいもんね。今日半日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい距離投げてるね。え、めちゃくちゃ距離遠いね。おはようございます。おはようございます。5年の橋本ゆいです。え、5年のゆいさん、はい、お願いします。肩強いの？ちょっと投げてみて。おお、すごいすごいすごい。わー、いいね。いや、あの投げた後すごいね。やっぱ5年生だったから。もうだいぶ野球長いの？はい、あの5年間ずっと。おー、ずっとか。じゃあ普段のチームでもバリバリやってるのか。いいね。どこ守ってる？セカンド。セカンドか。ショート。はいはい、二遊間。セカンドショート、かっこいいね。僕の好きなポジションなんで頑張ってください。はい、今日は半日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。3年生です。石田京香です。3年生の京香さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。野球は何年生から始めたの？3年生。あ、始めたばっかりっていう、まあ1年経ってないんだ。おお、始めたばっかりだけど野球どう？楽しい。楽しい、いいね。どこが楽しい？野球の、やっぱ打つところとかさ。打つところ。おお、いいね。じゃあたくさん打って、今日もね、バッティングやるかもしれないので、うん、僕らにすごいバッティング見せてください。はい、今日半日よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。おはようございます。おはようございます。4年の高橋紗友です。よろしくお願いします。野球はいつから始めたの？3年生の初めぐらい。あ、じゃあもうちょっと2年になるのかな。2年間やってきてどんなところが好き？打つこと。ああ、打つって楽しいもんね。うん、思いっきり振れるし。 OK、 じゃあそのね、好きな野球をもっともっと好きで続けていってください。はい、はい、今日半日よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。6年生の金田里穂です。里穂さん、はい、はい、お願いします。お願いします。なんかカメラで緊張してるの、もしかして？うん。OK、 じゃあポジションってどこ守ってる？キャッチャー、ファーストレフト。まあ、どこだろうね。外野、全部できるけど。え、待って、こんな感じ？こんな感じ？いつも。いや、こんな感じ。全部できます。 OK、 いいね。野球いつから始めた？2年生です。おお、じゃあ長いね。はい、じゃあ今後も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。6年の田村香音です。香音さん、はい、お願いします。香音さんはポジションは？セカンドとレフトとピッチャーです。おお、めちゃくちゃやるね。どれが一番好き？ピッチャー。おお、いいね。じゃあピッチャー頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ学年とお名前を元気な声でお願いします。6年の七香です。七香さん、よろしくお願いします。ポジションはどこ？ピッチャーとライト。お、ピッチャー多いな。ピッチャー好き？はい。投げるの好き？はい。 OK、 じゃあ頑張ってください。今日半日よろしくします。ありがとうございます。はい、じゃあ学年とお名前を元気な声でお願いします。6年のルミです。6年生のルミさん、はい、はい、よろしくお願いします。ルミさんはポジションは？サードです。え、なんかおかしい？出ます？野球いつから始めた？1年の冬。おお、じゃあかなり長いね。かも。かも。
はい、じゃあ今日半日よろしくお願いします。お願いします。さよなら。まだあるよ、まだあるよ。6年生の美咲です。美咲さん、はい、はい、よろしくお願いします。美咲さんはどこ守ってる？ピッチャーとファーストです。ピッチャーたくさんいるね、本当に。困らないね、絶対。野球のどんなところが好き？バッティングと、あと投げるのが好き。おお、投げるのとピッチャーと、まあ、バッティング。 OK、じゃあ今日そのプレー見せてください。はい、お願いします。6年生のリサです。6年生のリサさん、はい、はい、よろしくお願いします。ポジションはどこ守ってる？キャッチャーとファーストです。おー、いいね、キャッチャー。俺もキャッチャーだから。 OK、 じゃあ野球の楽しいところは？打った時です。おー、打った瞬間ね。OK、 じゃあ今日その打ったところ見せてください。はい、ありがとうございます。お願いします。5年生の若菜です。5年生若菜さん、はい、よろしくお願いします。野球はいつからやってる？2年生ぐらい。これじゃあもう4年間ぐらいやってるの？あれはポジションはどこ守ってる？サードです。サードか。野球好き？いや、野球はね、好きでいいから。 OK、 じゃあ今日半日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。5年生のねねです。5年生のねねさん、はい、よろしくお願いします。ねねさんは野球はいつからやってる？3年生くらいです。3年生、じゃあ 2,3 年やってるのか。はいはいはい。ポジションは？ショートです。ショート、おー、かっこいいね。いいね、ショート。だから野球のどんなところが好き？バッティングと守備。バッティングと守備、おー、いいね。なんかもう野球全部楽しんでる感じがするから、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとう。OK、 じゃあ全員取った？全員取った？取ってない人？ OK、 ありがとう。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アッション！イエーイ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 ！視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。